皆さんおはようございます。担当式本試験がいよいよ2日後にね、迫ってきたと思いますね。さあ今回の直前企画、何をするかというと、まあ前回の論文はですね、鹿に不安要素を食べさせたと思うんですね。あれ聞いたでしょう。まあ前回の鹿に不安を食べさす企画を皆さん楽しんでくれた中で、今回担当直前を終え何をするか考えましたね。いやーやっぱりね、みんなに僕はパワーをあげたい。パワースポット行こうぜってことで、今回富士山に行きます。大阪からね、富士山ってね、めっちゃ遠いのよ。4時間半ぐらい。一回新横浜まで新幹線で行ってから乗り換えなんでね、めっちゃ関西から富士山って行きにくいのよ。でも、行きます。みんなのためをひたすらに願って、富士山まで行こうぜ。いやー、まずは、電車のチケット買いに行こうか。チケットを取りに。旅行会社に来ました。やっぱあれちゃう、人生フットワーク軽くいったら楽しいんじゃないの。みんなもね、合格後はぜひフットワーク軽く日本全国に世界に羽ばたく、そんな会計士になってほしいね。じゃん、バッチリ購入しました。それでは富士山パワースポットへ行くぞ。次のカメラは現地でお会いしましょう。CPA カレッジ。みんな見える？来ちゃったよ。いや最高。パワー感じるよね、もうすでにね。富士パワー感じるわ。日本のおへそ、みんななろう。みんな会計士になろう。ということで、今日はですね、富士山の周りでパワースポットを探そうと。富士山の周りでパワーになるものを探してみんなにプレゼントするぜ。ちょっと探しに行こうか。いや、パワースポット探すとは言ったけど、何があるかな。まずこの空気がね、綺麗なのがパワーをね、感じるよね。マイナスイオン、パワーって感じ。やばいなこの動画。ほらもうこんなさ、ススキとかもさね、カチャカチャカチャ言うてさ、みんなの負の流れを断ち切るパワー。大丈夫この動画。お、これは小鳥のパワー。これね、部屋の回帰だよね。ほらこれさ、バードコール、小鳥と会話できんねん。みんな担当頑張ってね、みんな努力してきたから大丈夫だよって小鳥が言ってるわ。メルヘンパワー。ピザを焼きます。みんなもっと熱くなれよ。酒のパワー。ご飯のパワー。ああ、このほのかに香るコーヒーの苦味が試験の苦味を表してるのかな。あれ、タカじゃない、あれタカやな。タカでしょう。てこれ富士山と鷹が同時に映ってるよ。もうこれもう一番幸せな絵やん。朝焼けの富士山です。いやー、五霊山というだけあって荘厳なパワーを感じますね。朝焼けの富士山から何のパワーを得ましょうか。みんなが本試験の日寝坊しないパワーをね、もらいましょうかね。っていうかまあ今僕が寝ぼけてるからさ、これから朝の河口湖湖畔をボートで漕いできます。河口湖湖畔に来ました。
しかしてカヌーってこういうことでしょうか。ポツンと浮いてるよカヌー。ちょっと怖いな。もうカヌーイストと言っていいわ。うわぁ、水面と富士山めっちゃ綺麗。この水面のね、静かな感じが集中力アップのパワーをね、皆さんにもたらせたら集中力アップ、サイクリング自転車乗っちゃいます。久々やな自転車。夏休みみんなにパワーをあげるから。足を止めるな、手を止めてはいけない、最後まで走り抜け。ああ、この道なき道を行く感じ、人生と一緒やわ。なんつって、ちょっと上り坂きつい、でも後で下り坂が楽になると俺は信じて人生を行くんだ。足和田山これがね、皆さん富士の樹海ですから、パワーがね降ってますから。ここに標高1202メートル、イニオニイツオッツ、あ、12月担当オッツやわ。みんな、まあ、うま人参パワーやな、人参パワー。ちょっとね、焚き火に当たりに行きたいと思います。もうね、ここのホテル雰囲気がハリーポッターだよな。じゃんじゃらんじゃ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 らんじゃんじゃんじゃん。うわ、焚き火です。 F 分の1揺らぎをね、担当本試験で慌てないように感じてほしい。やばいなと思ったらこの焚き火の揺らぎを感じて落ち着いてほしい、そんなパワーです。みんな頑張れ。あれやな、ハウルの動く城のカルシファーやな。ほら火の妖精だ、ほら水が嫌いだ、ほら合格するぞ。暖炉のパワー、サンタさん通ってくるんちゃうかな。甘い。お、三日月やね。みんなが合格できますように。とば、富士山から帰ってきたらパワーを吸収しすぎて僕がパワースポットになっちゃったっていうオチはいかがでしょうか。この動画を見てぜひ笑ってもらって、緊張をほぐれてもらって、そして担当本試験頑張って、担当本試験後は CPA でパワースポット学長が待ってるからねー。